始まりました。今日もじゅんじゅんの、はい、話し方教室 TV スタートです、はい、よろしくお願いします。お願いします。久美ちゃん、はい、今日私、はい、39歳になりました。おめでとうございます。年いっちゃいましたね。いっちゃいましたね。あ、そうですね、女子なのに年齢言っちゃいましたけれども、はいはい、おめでとうございます、ありがとうございます。なんかそんな日に放送ができて本当にありがたいなと思ってるんですけれども、はい、39歳ということで39の年になりました。39ですね。そうですね。39のありがとうの39と、私これから39に入るっていう。あ、なるほど。うまい。さすが。すごいよくできましたね。素晴らしいですね。そんなですね、はい、記念すべき日に今日は笑いヨガ、笑い文字の講師今井久美ちゃんにお越しいただいています。よろしくお願いします。最初にですね、久美ちゃん、はい、この放送のちょっと趣旨をお話しさせていただきたいと思っています、はいはい、私はですね、今一般社団法人日本コミュニケーション機構の代表理事をさせていただいていて、またオフィスことのはという会社を経営しています。で、その中で、まあ、コミュニケーションとか話し方っていうことをお伝えしてるんですけれども、なかなか話し方とかは、うん、もう小さい時引っ込み思案だったという方とか、はい、こうどうやったら自分を表現すればいいのかって、うん、なんか上手い人を見ると、うん、あの人たちって才能でやってるんじゃないって思いがちだし、うん、自分は変わらないと思う人はすごく多いんですけれども、話すっていうのは技術でありですね、変えることができる、うん、そしてその技術を学ぶこととマインドを守っていく、学んでいくっていうことによって、うん、自分は変わることもできるし、はい、で変わるっていうよりも、まあ、ある意味今の言葉で言うとありのままの自分をですね引き出していくっていうことが可能なんだっていうことが伝えたくって、はい、この放送を行っています、はい、そして久美ちゃん、はい、毎回この放送ではですね、自己紹介をしていただくように最初してるんですけれども、はい、久美ちゃんに振ってもいいですか。はい、はい、いきなりですか。どうぞ。3、2、1、9。はい、皆さんこんにちは、今井久美と申します。久美は紅に美しいと書いて、クミと呼びます。はい、はい、私はですね、はい、書いてきました。すごい、見えますか。見えます。ここがカメラなので、よかったら。そこですね、はい、はい、ママ太陽化計画と名付けまして、文字通りママさんたち女性たちがこう笑顔で家庭を照らす太陽のような存在であるようなことをお伝えする、3つの和をお伝えしています。はい、3つの和というのはちょっと申しますね、1つ目が、笑いヨガ、笑いヨガの和、2つ目が、はい、このここにもありますが、すごい、こういった笑い文字と言います。これは、はい、書いてきました。はい、笑い文字の和、で3つ目が、はい、こういう、ちょっと見えにくいかな、うんうん、アクスピアスをしてるんですけども、そうそう、私もです。これとか、はい、今日ね作ってきました。そうなんですよ。ここにもあるんですよね。ワイヤークラフトの、はい、和。という、はい、このワイヤークラフト見えるかな、笑い文字のスタンドにも活用しています、はい、この3つの和もお伝えしています、うん、はい、で、この3つの和は、うん、一見ね、はい、ワイヤークラフトは特にこう関係のないことのように見えると思うんですけれども、はい、共通点があります、うん、はい、それは、笑って満足、うん、渡して満足、うん、作って満足、うん、すごっ結婚の方がすごい。はい、どれもこう、
自分を満たす、満足させる、喜ばせることができる、あの方法なんですね、はい、これをあのお伝えすることを仕事としています。はい、はい。で、私がなぜこのママ太陽化計画と、名付けて大事だと思ってるかと言いますと、はい、お母さんがこう家庭の太陽、でお父さんがお水、まあ、お給料ですね。あ、なるほどね。で、はい、子供が、お花と例えます。で、例えばこう、お水があれば、お花は育ちますよね。で育つんですけど、はい、太陽が曇っていると、こうひょろひょろっとしたお花だったり、元気がなかったり、お花が育つと思うんです。はい、で、それを、まあ、ママがこう光のように照らしていたら、あの、まあ、お水は必要なんですけどね、でもあの元気な花が育つかなと思いまして、あの、はい、この活動をしています。はい。で、この3つの活動なんですけれども、あのベースとなっているのが、実はここで言っちゃっていいかしら。あの、私もあの日本コミュニケーション機構の認定講師の一人なんですね。はい、で、この3つの活動を支えているのが、どれもあのコミュニケーション、人とコミュニケーション、お話をすることが前提となっているので、あの純子先生に鍛えていただいて、あの今の私があるかなと思っています。はい。うわ、素敵な自己紹介だね。すごいですよね。ありがとうございます。私はあの久美ちゃんの自己紹介はもう多分10回や20回は聞いてきて、そうですね、はい、なんか人生の節目節目で聞かせていただきましたけれども、まあいつもその時が一番素敵と思ってる。3年前も、あ、すごいいいこと言うな久美ちゃんって思ってたし、去年も思ってたけど、ますます輝いていて、それはきっとなんかどん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 こう芯の軸みたいなものがもうはっきりと、あのなってきたからこそ、久美ちゃんだからこそ提案できるものが世の中にあって、それが明確になってきたから、どんどん生き生きと自分をお伝えすることができるようになったんじゃないかなって思ってます。特にこのママ太陽化計画っていう、このキャッチコピーは素晴らしいよね。いいですかね。肩書きにも書いてきました。素晴らしいですよね。だからママを太陽として、パパをね、こう水とするならばっていう感じで、やっぱりこうママたちが元気になってくれるっていうね、その思いはきっといろんな方お持ちだと思うんだけど、久美ちゃんの場合は笑い文字だったり笑いヨガだったり、 そして、はい、ワイヤーっていう、たまたま輪がついてたんだ。そうですね、そうなんです。私気づかなかったんですけど、あの笑い文字の岡山の広江雅美先生がいらっしゃるんですが、あの気づかせてくださいました。すごいね。でしかも和ってね、こう和を作るっていうのもあるので、そうなんです。3つの和で広げる笑いの和、わもう本当にすごい ねありがとうございます。こんな形で、まあ、今あの私なんかは本当にこうたくさんね、久美ちゃんから今日お誕生日ということだったので、見てください皆さん、こんな風に純子さんお誕生日おめでとうってあるんですけど、この尾の中に笑顔があったりとか、すごいこう見てるだけで幸せになれちゃう、そうですね、ものをあの書いてきてくださいました。はい。で、ではですね、もう本当に今日は伝えたいことがたくさんありすぎるので、あの何から行こうって言ったところなんですが、久美ちゃんこうね、あのちょっと目の前に私たちねパソコンを置いてるんですけれども、あのこうやってもうリアルにメッセージが届くんですよ。はい、もうみどりちゃんから素敵ママ太陽化計画とありました。あ、すごい嬉しいです。 ありがとうございます。神戸さんからも、北平さん、今井さん、こんにちは、着席しました、わっはっはだって笑っちゃいますね。面白くなくても笑うっていう笑いですね。はいはい、あ、すごい。でも笑いヨガとか笑い文字、初耳だよっていう方もいらっしゃるみたいですよ。あ、本当です ね。だから今日は詳しくお伝えしていきたいなと思いますし、にゃん、お誕生日おめでとうございます。いただきまして、ありがとうございます。はい、本当におめでとうございます。本当にありがとうございます。ね、
何から話そうって言ったところなんですけど、まず、まあ、久美ちゃんと出会いまして、うん、そのある講座をね、勉強させていただいた、その講座の後に、お会いしたのがあれば何年前でしょうかね。もうすぐで5年ですね。そんくらいですね。はい、ね、でその後に私自宅で、まあ、経営とかビジネスの出向、勉強するから久美ちゃん来ないってお声をかけさせてもらって来てもらったりとか、私の話し方教室来てくださったりとか、うん、私もなんか自宅で久美ちゃんのワイヤー教室を開かせていただいたりとか、うん、ずっとずっとなんかすごいご縁がつながっていて、そうですね、不思議ですね、はい、本当にありがたいです。ありがたいんです。だからもう本当個人的にはね、本当に仲良しをしてもらってるんですけど、もうここのところの1年の久美ちゃんのなんか成長ぶりがね、もう著しくて、もう純子姉さんついていけないっていうぐらい、もう久美ちゃんどんどん輝いてるっていう感じがしますけれども、はい、ありがとうございます。久美ちゃん、なんかこう、こういうことを始めるこうきっかけっていうか、うん、きっと、まあ、太陽になりたいママさんって世の中いっぱいいらっしゃると思うので、うんうんうん、だって久美ちゃん一応私最初お会いした時は、うん、パートさんだったもんね、時給で働いてる。そうですね、ホームセンターで働いてて、ね、それもね、なんか素敵だねって、自分のホームセンターだからね、うん、作ったりするの好きだし、でもなんかいろいろ聞いてると、そうそうそう、なんかあのバックパッカーだったりとかいろいろしてたので、うん、すごく面白い人生なんです。そんな人生をですね、紐解きながら伺っていきたいと思いますが、久美、はい、ちゃんに、出会った時は、うん、そうです、ホームセンターのパートさんでした、うん、はい、ね、パートさんでした。そこからワイヤーを始めた時くらいだったと思うんですけど、うん、そこら辺のお話から紐解いていってもいいですか。はい、大丈夫です、はい、ね、はい、そうですね、私は、学生の時はバックパッカーをしていまして、はい、で、あ、もう少しその前から紐解いていいですか。いいね、いいね、で、私はすごく、うん、あの一人娘なんですが、すごく引っ込み思案で、あの笑っちゃいますね、あの本当にご近所の方に、あの久美ちゃんの声は聞いたことがないって言われるぐらいの子だったんですね、うん、で、そんなあのぼーっとしたあのおとなしい子だったんですけれども、うん、あの19歳の大学1年になった時に、うん、あの母をちょっと癌で亡くしました、うん、でその後にあの、まあ、私はこう旅に出たりだとか、うん、あのちょっと強い感じになって、あのアジアの方なんですけれども、一人でこうリュックを背負ってぐるぐるしてたんですね、で、大学卒業後旅行会社に入りまして、はい、で、妊娠を機に辞めてしまいました、はい、でその後、働こう、息子を出産したんですけれども、あの働きたいと思っても働く術がなかったんですね。お母様もね、他界されていて、うん、見てくれるわけでもないですね。そうですね。で、うん、自分は中国語学科を、はい、中国学部を出てるんですけれども、うん、中国語も中途半端にできないですし、あの本当に何だろう、うん、まあ、自信がなかった、うん、とてもあの何もないっていう自分に自信がなくて、うん、あの結構泣いたりする日々を送っていました、うん、でもあのまあ、大切なお友達の支えですね、はい、うん、あの本をくれたりだとか話を聞いてくれたりだとかして、あのもう一度もう一度今からこう、うん、一つずつステップアップしていけば、うん、きっと輝けるんじゃないかと思いまして、あの今はレジしかできないかもしれないけれども、はい、でも一つずつできることをやってたらきっといい感じと思ったので、きっとそれは、うん、あの妊娠で会社辞めることになって、うん、でね、普通の主婦さんだとその、うん、なんかこう自分に技術がこれ取れてない場合は、うん、お金もないし、うんうん、そうなんですね、なんか才能もないしそうそう、別に人のコネもないし、ないない尽くしの中だけど、うん、でもなんかやりたいとずっと思っていて、うん、で、まあ、そのホームセンターのパートをしながら、うん、チャレンジしてみた。そうですね、うん、あのできることからやって、はい、
って、でやっぱりこう自分の手に職というか、はい、あの技術を身につけたいと思って出会ったのがワイヤークラフト、ね、そうなんです。ワイヤークラフトです。こういったねワイヤー本当になんか黒だからあれかな、ちょっと今見えるかな、こういう風なんですけど、普通のワイヤーなんですよね、これクミちゃんね。そうですね、最近持ち歩いてるんですけど、さすがこういう状態になっていて、ええ、このラジオペンチ見えるかな、そうそう、ラジオペンチとこのニッパーを、持ち歩いています。すごい、はい、でこれがクミちゃんの手になるとこういうピアスや、なんかいろんなグッズに、ね、クマさんとか、あ、これなんか猫ちゃんとかが、猫ちゃんいます、撮ってこようか、撮ってきてもらっていいですか、クミちゃん、今日猫ちゃんを作ってきてくれたんですが、私前ね、クマちゃんもプレゼントいただいてますし、猫、ね、ちゃんです。見えるかな、黒猫なんです。かわいい、はい、黒猫です。大丈夫大丈夫、はい、本当に家の中の暮らしを彩る、ありとあらゆるものを作ることができます、いいですね、これだけですよ。そうです、これとこのペンチ、ペンチ、ラジオペンチです ね、そう、何者なんだろう、うちの母も習いましたけれども、これでね、なんかクリスマスツリーとかね、使わせてもらいましたね。これはモロッコを旅した時に、すごくよく見かけた窓枠とかのこう素敵なカールを見て再現できないかなっていう、しばらく忘れてたんですよ、忘れてたんですけど、何かやりたいし、技術を身につけたいと思った時に、モロッコの風景が出てきまして、ちょっと溶接をねやるのはね大変だと思うの で、うんうね、お家でもできることということで、このワイヤークラフトをすごい ね、はい、ね、ワイヤークラフトを始められて、でご自分のお家でお教室やったりとか、あとこういう、なんとかセンターみたいなところもね、なんか予約いっぱいみたいなねはい、ありがとうございます。すごいこう人気でいらっしゃいますもんね、はい、ありがとうございます本当になんかクミちゃん友達すぎてなんかすごい予約待ちって感じ、わあクミちゃんすごいとか思って思ってます、ね、本当にね紹介いただいて、はい、来てもらえてね、ありがたいと思ってます。そう、うちの母も言ってましたけどね、習ってクミちゃん教え方がうまいし褒め上手って言って褒め上手ってもうおばちゃんたちの心わしづかみだもんねもうなんとかさ、なんとかだよとか言ってね、クミちゃん教えて、あすごいなと思って、そういうこうコミュニケーション能力はすごく高いなって思ってましたね、なんか相手のなんか工夫したこととか、こだわりをしっかりキャッチして伝えてあげれるっていうのがやっぱり、嬉しいじゃないですか、人は承認されたいし、そうですね、認められたい、ね、クリスマスツリーでもクミちゃん先生のようにはいかないけど、私なりにさ、ほらこれ色合いがとかさ、ね、工夫したところをクミちゃんはちゃんとキャッチして言葉で表現してお伝えできるっていう能力は本当にすごいな、やっぱり講師というかね、先生っていうのはそういうのは大事かなと思うんですけど、クミちゃんどういうことにこだわってお伝えしたりとかしてるんですか？こだわってることは、私は、このワイヤークラフトの作品を売るのではなくて、教えることを、はい、にこう熱く思っているんですね、でそれはなぜかというと、この作品を基本2時間のレッスンで、はい、作り上げるんですけれども、最初はこの状態のね針金、ねなんだけれども、はい、でもこれが自分の手でこんな風になるんだって、私にもできるんだっていう、その感覚と、その方がだんだん笑顔になっていく姿がもう、すごく好きで、売ってしまうと、その方のとのやり取りがこう、で渡すだけになってしまうんじゃないですか、じゃなくて本当にこの方と長く一緒にいたいっていう思いがすごくあるので、笑いヨガと笑い文字に出会ったのは本当に去年なんですけれども、マイヤークラフトをやっている時も、
こ持ちネタなんですけどね、うん、あの講座の時に、あのも今日持って帰ってもらうものを、はい、うん、作品と満足した笑顔、うん、おー、いいねっていうのを、あの本当にお家に持って帰ってもらいたいっていう思いでやっていました。やっぱりこう自分で作ったっていう達成感と、うん、なんか作れて嬉しいっていう気持ちが、うん、なんか家に持ってかれると、うん、そういうのって子供たちってキャッチするじゃないですか、ママが嬉しそうっていうのは、ね、子供なんか一番喜んでくれる、うん、気持ちなので、うん、ママが作ったって言って、うん、なんかね、私が作っても、うん、うちの娘はママの料理はすごい上手だと思い込んでるんですよ。いいですねいいな、なんか、まあ、ママすごいみたいな、でママもすごいでしょみたいな、ママこれ作ってないけどねみたいな、クミちゃんくれたけどみたいな感じで、でもなんかママすごいって、うん、こう思ってくれるっていう、そのやりとりが、なんか本当お家がほんわかするあ、そうですね、なって思いますね、うん、最近嬉しかったのが、うん、あのワイヤークラフトの生徒さんが50代の方で、最近スマホデビューしたんですね、うんうん、であの娘さんにアプリを教えてもらったということで、あのムービー、写真をムービーにするやつ、あれにもこう自分で今まで撮った作品を、作品を撮ってあのムービーにして、これを見るとあの癒されるんです、うん、自分で作ったやつで、ね、そうかわいい、それを聞いた時に、うん、そうか、そういうね、うん、あの気持ちにこう作って、ね、ね、残ると、うん、そういう気持ちが残るんだなとあの改めて思いました。うん、そうなんです、はい、なんか本当にクミちゃんがやってる講座っていうのは、まあ、私そのワイヤークラフトはすごい可愛いっていうのも大好きなんだけど、うん、そのクミちゃんが醸し出すその空気感みたいなのがとっても好きだなと思ってます。ありがとうございます。今なんかいろいろありますけど、いや、クミちゃん珍しい名前だねって。そう、クミちゃんはね、くれない、便利に美しいだよね。はい、ね、それも恥ずかしいね。あとみどりちゃんもかわいいとか、さららちゃん、くみちゃんとか、今ネイルしながら一緒に見てます。そう、こうなんかしながらこれ見れるのすごいんですよ。はい、でユーストリームって、うん、まあ、こうリアルタイムで、うん、あの見ていただくものもいいんですけど、あと、うん、で YouTube に上げますので、私はあの自分の放送は必ず3度ぐらい見るんですけど、怖いですね、怖いですよ、怖いですね、後から叱られるかな、くみちゃんあの時の笑顔がなんかあの、うん、お風呂で、はい、例えば映像見なくって声だけ聞いたりとか、うん、あの車の中も声だけ聞いたりとかして、あの自分の今後の放送に生かそうと思って、あのいつでもどこでも聞けるっていうのと、うん、本当はいつでもどこでも放送ができるっていうのが、うん、このユーストリームすごさなんですよね。すごいですね、きっといつかあのくみちゃんの笑い文字の生中継とかやっていきたいと思います、うん、はい、お願いします、ね、書いてピャッ、書いてピャッ、書いたピャッ見せるみたいなねね、あのワイヤークラフトどこで学んだのって質問も来てますよ。あ、本当ですね、素敵。ワイヤークラフトは、うん、あの一応私日本ワイヤークラフト協会というところの認定講師をしています、うんうん、はい、埼玉に先生が代表の方がいらっしゃるので、はい、当時は名古屋の方にこう来ていただいて、うん、月に1回ずつ1年間学びました、うん、すごいですよね。だから本当にホームセンターでパートで働いていた主婦、うん、のクミちゃんがやっぱり時代決心してやっていって、うんうん、だから本当に私もそうですけど、うん、誰でも何でもできるんだね。そうですね、うん、やればね、やればね、やればね、やっぱりこうやるっていうのすごい大事だよね、うんうんうん、だって私は逆になんか会社は経営できるけどこれ作れないとかやっぱあるもんね。そうですね、うん、で作ろうと思えば作れるんだろうけど、うん、なんか人の得意不得意っていろいろあるから、うん、別に全てを得意じゃなくていいんだよね。そうですね、私はすごいこういうことが得意なクミちゃんがいて、うん、今日なんて皆さん北平純子はねきっとねお茶も用意しないだろうと思ったんでしょうか、クミちゃんわざわざお茶ポットに入れて持ってきましたからすごいなと思って、ちょっとね美味しいお茶をおすすめしたくて、うんうん、もう優しい、はい、だからそういう人に私は守られてるから、うん、なんかあちゃ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 って物事を進んでくるっていうね、あ、ありがとうっていう感じだよね、うん、私も多分守ってもらってるので、あの、ね、今があるかなと思います、うん、ね、そんなクミちゃんなんですが、はい、最近ですね、うん、もうブームを
久美ちゃんが作ってるんじゃないかっていうぐらい笑いヨガ笑い文字っていうのもございます。はい、最初は笑いヨガ。そうですね、はい、久美ちゃんどうしてやろうと思ったんですか。笑いヨガは、実際体験したのが去年の8月、うん、まだ1年も経ってないんですけれども、きっかけは、はい、私のこうおば母代わり母役をやってくれてる、おばがいるんですが、ちょっと体調が悪いんですね、ずっと体調が悪くて思うようにこう外に出れなかったりとか、しています。で、そのおばを何か、はい、元気にできる方法がないかなっていうのがずっと探してたんです、ハードな運動もできないし、そうですね、こう機械が使えなかったりだとか、いろいろ簡単にできる方法って意外にないなって思って、探してました、でそこで出会ったのが笑いヨガ、はい、で出会って、まあ普通、笑いヨガ なんかねわっはっはーみたいな私はイメージがあったんだけど、しかもなんかおじいちゃんおばあちゃんがやってるっていうイメージがあったんですけど、久美ちゃんがねある時私に、ちゅんこさんインドに行くのって言った時にインドって日本にないよねみたいなっていう思ったんですけどね、で2月今年の2月に、はい、笑いヨガの笑いヨガティーチャーという、はい、笑いヨガリーダー、笑いヨガをお伝えすることができる人をこう養成する、ティーチャーなんですが、はい、それを取りに行きました、で、それなぜそうなったかというと、最初おばがきっかけで、やりたいやってみたいと思ったんですが、ある時ちょうど去年夏休みだったんですね、で、息子を仕方なく、笑いヨガの講座に連れて行きました、で、その体験した後に、息子が、私がですね怒ってたんです、車の中で。そうそうそう、あったね、そんなことがね、すごく、もうっていうことで、すごく怒ってたことがありまして、しかも息子さんのことじゃなくてだよ、そうなんです、だから息子は被害者だったんだよね、聞きたくないようなことをちょっともう我慢できずに、こう、怒ってたんです。あるよね、ある、で、その時に息子が言ったのが、ママ笑おうよって言ったんですね、で、その時すごくハッとしまして、あ、そうだ、こういう時に笑うんだって思ったので、息子と運転しながらしばらくこう笑いました、意味なく、あはははっていう感じで笑ったところ、息子が、ママ気分はどうと聞いて、で、実は私主人のことで怒ってたんです。旦那さんのことで、だからやっぱり子供はさ、やっぱり聞きたくないんだよね。そうですね。だけどそれはレン君が聞きたくないとかじゃなくて、ママ笑おうよって言って笑った後に、気分はどう？で、もう怒ってないって聞かれたので、怒ってないよってとっさに答えたんですね。そしたら、また彼は、ママ心に響いたのって。なんか泣けそうだね。そう、そう、本当に。響いたの？え、どういうこと？って言ったら、その口先だけでこう心配させないがために、怒ってないよってこと言ってるのか、本当に笑ったことによって心が怒ってないようになったのか、どっち？っていうことだったんです。2年生ですよ。2年生、その時ね、小学2年生でした、ね、ハッとして、あ、心から怒ってないなと思ったんですね。あ、そう思えたんだ。笑って忘れちゃった思考が、よそにそれたので、で、その時に、あ、これは、私たちママ世代、子育てをしているママさん、仕事をね、子育てと家庭と、仕事を両立したくて頑張ってる、でもイライラしてしまう、ね、っていう女性たちにとても
いいんじゃないかなって思いまして、あの、息子のおかげでそう気づきました。もうレン君はナビゲーターだよね、久美ちゃんの人生の、ね、そうですね、本当に本当にそうです。今でも時々、うん、ママこういう時こそ笑おうよ、さすがだね。ねえ、なかなかね、あの本当に外ではね、あの、うん、もちろん笑うんですけれども、うん、家にこう帰ると、うん、笑えない時というか、ね、こう、うん、慌てすぎたりとかして、うん、こう笑えない時とかに、本当にね、すごいの。でも私今久美ちゃんの話で思い出した、どうして日本コミュニケーション機構を設立しようかと思った時は、私娘が2歳の時に、うん、私ちょっと精神的に追い詰められて、うん、仕事で、うん、ママ笑ってって言われた時だった。いや私自分が忘れてた、それ言われたの。私覚えてた、覚えてた。ずっと一緒だなと思ってた。一緒だね。そうだからあのね、外でどれだけこう活躍してるお母さんでも、こう大事な家庭で笑えない、そう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 、笑ってなかったりしたら、うん、すごく子供がかわいそうというか、ね、子供が傷ついちゃうよね、うん、そう、なので本当に理由なく笑うっていう笑いヨガを日常化できたら、あのすごく私たちの心がもっともっと軽くなるんじゃないかなと。ああ、そうなんだ、久美ちゃん。思い出しました。すごい深いな。蓮くんの話はもう私もやっぱりすごい強烈に思ってて、ね、あの本当にこう結構いろいろね、今テレビとかでは、うん、あのシニア層に笑いヨガってね、うん、こう体にも心にもいいよっていう形で、あのご紹介がありますが、久美ちゃんはやっぱりね、ママにこう広めていくっていう、こう使命を持ってやってらっしゃる。はい、うん、そうですね。ね、インドまで行って、ティーチャーまで取られて、はいはい、今、その笑いヨガの、そのリーダーを養成してる。はい、あの笑いヨガをお伝えできる方を養成させていただいてます。もう始まってるんですか。先月、2人誕生しまして、はい、もう2人も誕生、はい、すごい。1人は、産後ヨガの先生をしている方で、もう1人は、コミュニケーションの認定講師の方が、はい、あのもう一人、うん、ぴったりの方だったね。そうですね。もう本当にぴったりで、うん、あの自分の講座にこう、はい、プラスアルファでこう、うん、笑いを取り入れたらもっといいものになるんじゃないかということで、そうそうそう、あの来てくれましたね。そうなんです。今ってなんかこういろんな資格が一つだけじゃなくって、うん、こう組み合わせながらその人らしく作っていくっていうのがいいと思うから、うん、あのそういう意味では本当に、久美ちゃんがいろんな方にこう笑いヨガをね、お伝えすることによって、本当まさになんか笑ってる人が多くなるっていうのがね、楽しい。そういうの見ると楽しくなるしね。うん、本当に。不思議ですね。笑ってたいですよね。笑ってたい。作り笑いでもね、うん。そうそうそう。うん、でね、今ね、すごいいっぱいメッセージ来てます。うん、あの、水越さんという方は、私はこのユーストリームを、あの、教えてくださった方なんですけど、逆にね、先に私が青山で、あの、話し方教室をさせていただいた時に来てくださったの。うん、で、私も今習っててとか。うん、ご縁ってね、不思議なもんで来てますし、ね、ここにいらしてましたよね。そう、うん、そうそうね、うん、あの久美ちゃんが日本コミュニケーション機構の1周年の時に笑いヨガやっていただきましたが、はい、その時にも経験して、あ、そうですね、はい、はい、くださいました、ね、でそんな水越さんもこの間ユーストリーム200回放送ですよ。あ、私カウントしてないけどこれ何回目かな、今日の放送が数えてきますね、今度ね。はい、ゆるゆると続けております。はい、今日はお誕生日&今井久美ちゃんがね、登場ということで、なんか記念すべき日になりました。ね、本当に、まさかの誕生日。まさかの誕生日放送になっちゃったんですけど、はい。ね、今、まあ、笑いヨガのお話をしていただきましたが、うん、続いては、笑い文字なんですけど、こうやってね、はがきで書いていただく、純子ちゃんのお誕生日おめでとうとか。感謝。感謝。こっちか。これね、久美ちゃんだから上手に書けるわけじゃないんですよ。うちのスタッフはもうすでに習いに行ってて、あと今度うちの会社でね、久美ちゃんの講座が。
ね。で、うちのリビングでね。そうですね。うちのスタッフみんな受けるみたいな感じで、受けるし、今日なんか、じゃらら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 んと、おほほほほ、いただきました、プレゼントで。私、笑いです。私、楽しい。楽しい。私、人生ね、楽しむっていうのが魂の使命って言われたんです、この。まあ、ぴったり。楽しんでるけど、まだまだ足りないみたい。足りない。もっと楽しまなきゃいけない。もっと楽しい。で、こういうのもさ、つけてくれて、で、この中にもメッセージが。恥ずかしい。書いてあるのよ。大好きって。はい。うん、いや、クミちゃん、この笑い文字っていうのは、うん、ちょっとクミちゃんからご紹介いただいてもいいですか？はい、はい、あの笑い文字というのは、うん、あの岡山の広江正美先生が、うん、あの考案されたものなんですが、はい、今年の4月に今0期、私が1期の、まだまだ1期なんですね。誕生したばっかりなんだ。誕生したばかりなんです。で、あのまあ、各地に今6、7、8人ほどナビゲーターがいまして、あの活動をお伝えする活動をしています、はい、で、うん、この笑い文字っていうのは、あの文字の中にこう人の笑顔があるのが特徴で、はい、あのこれは今のこの感謝の気持ちをこう切り取って、はい、その場で書いてお渡しする、なのであの作品ではないんですね。なるほどね、はい、でも本当に今日会えてありがとうみたいなことをその場で書いて、あのお渡しする。でこれはあの書いて完成ではなくて、うん、書いて半分人にお渡しして完成なんです。なんかそのストーリーがまた素敵ですね、素敵でしょ、いいでしょ。うちのね、なんかスタッフがね、習ってきて、こうなんかね、すごいな、彼女もすごいなと思ったんだけど、例えばご飯食べに行くじゃないですか、でラーメン屋さんに行くじゃない、でラーメン屋さんに行って、私はいつも心がけてるんだけど、美味しかったです、ごちそうさまですとか、あの声かけるようにしてるんですね、でなんかそういう風に言う人ってあんまりいないみたいで、私あるガソリンスタンドに、ありがとうボルボさんって名前が付けられてた時があってなんか私がガソリン入れるとありがとねって言って言ってるから、で車がボルボだから、ありがとうボルボさんっていう名前が私付けられ裏に付けられてたっていうのを後で知ったのね、あなたがありがとうボルボさんですって言って、え誰えと思ったら、私がいつもありがとねって言うって言って、なんかそう、あの例えば買い物も、あのこの地域でいうとバローさんとかで、レジの人にいつも私が、ありがとうございますとか言ってたら、ある時結婚式の司会の時に、いきなり話をかけられて、私バローでレジやってるんだけど、いつもあなたってありがとうって言うよねっていきなり言われて、あ、そうですねみたいな感じで、北原純子はもう言葉で、あの伝えるっていうのを意識してやってたんですけど、話戻して、うちのスタッフがラーメンを食べに行って、ラーメン食べて、美味しかったですって言って、これ渡したんだって、別にお金も払ってんだよね、払ってる、お客さんなんだよ、だけどこうやって言ったら、もうみんなが厨房でキャーっていうのが聞こえてきて、なんかすごい嬉しかったですとか言って、もうなんていうの、その存在、そのラーメン屋さんって食べてもらって来てもらって、美味しかったですっていう、こういうカードを送ってもらったら、お店をしてる意味があるじゃないですか、でアルバイトの子も嬉しいし、なんかそんな人を喜ばせることが、たった1枚で、そうなんです、これ3時間で、マスターできます。しかもなんかあのスタッフ曰く、絵と字が下手な方がいい味が出ると聞きましたけど、本当に絵心、字心なくても、なくても、もう全然大丈夫です。みんなすごく不安な顔をしていらっしゃるんですけれども、本当にっていう感じなんですけど、3時間後には本当書けるようになっていて、でもその日からどんどんこう人にお渡しして、であそこで喜ばれた、ここで喜ばれたっていう報告をいただくんですけども、くれない組に来るんでしょもう読んでるだけですごく幸せで、であのこれ
先生だからそのうまいとかそういうことではなくて、本当に書いたその日から人を簡単に喜ばすことができます、はい、うん、いいなぁ習うんだ私4月に楽しみです、はい、私はどういうふうに使うかというと、まあ、あまりこう結婚式の司会ってしなくなっちゃったけど、また産後ね復帰した時には、あの新郎新婦のお名前書いて渡してあげたいなと思ってるし、あの講師業をさせていただいてるので、まあ、講座を受けてくださった方とかに、あの渡したいなと思ってて、今からきっと講座を受けた感動よりこれ渡した時の感動のみんなキャーって喜んでくれる気がしてならない。そうですね、印象すごく残ります ね、うん、すごい楽しみなんです私みたいな感じで、ね、本当にあのみんなが笑顔になるので、はい、うん、楽しいですよ、ね、はい、私も書けるようになりたいっていう風に、はい、あ、なります、みどりさんですね、なりますよ、すごいよね、大丈夫です、はい、ね、これくみちゃん、講座はどんな風に進んでいくんですか、講座ですか、はい、この笑い文字の3時間笑い文字、それは来てみてのお楽しみですよ、ね、そうなの、やだ、でもあの本当に3時間で、うん、はい、あのたくさん笑いながら、ええ、あのやっていくので、うん、あの楽しみに、はい、皆さんしてください。今のところ、はい、まあ、あの今井久美ちゃんのね、うん、Facebook で Facebook ページもあのあるんですが、私のお友達に、まあ、当然なってるのでそこからメッセージを送っていただいてもいいですし、はいはい、6月7月なんかかなり久美ちゃん開催しますよね。6月はそうですね、うん、笑い文字月間なの、笑い文字月間なんですすごい回数やるよね。あのそうですね、うん、設定しました。あの本当にたく書いた習った方がこう人に渡すと、またそれやりたいっていう形で、本当にあの講座のタイトルにご縁をつなぐ笑い文字ってあるんですけれども、本当に新たなご縁があのできていくので、あの楽しくやらせてもらってます。なんかそういった形であのどんどん広がっていっていくと、また笑いが広がっていくといいですね。そうですね、はい、久美ちゃん、こうあの自分が渡してこういうストーリーがあるっていうのを何かちょっとお話ししてください。笑い文字は、うん、あの本当によく言われるのが、うん、練習をしたら渡しますっていう方がとても多いんですよ、うん、上手くなったら渡すっていう方が、うん、これ書けばどんどん上手くなるけどね、渡せば渡すほどに、うん、さすが純子さん、うん、そうなんです。でもやっぱり多くの方は、うん、練習して上手くなった、うん、真面目だねっていう方がすごく多くて、うん、で私で先生にはね、あの、そうじゃない、とにかく私の完成ということを聞いていたので、私も今年の1月に習ったんですが、うん、今年のまだ半年、久美先生こんなのも持ってきましたよ今日見てくださいよ皆さん、これ私売ってるかと思ったらなんか100均の袋に変えてきたらしいですよすごくない、このさ紙袋かわいい、 あれも持ってくる、じゃあ久美ちゃんちょっと持ってきてもらっていいですか。はい、すごいね、もういっぱい久美ちゃんのご作品がですね我が事務所を占領してるんですけれども、こういうふうにね、あ、タイトルとかも書けるようになってますし、なんとうちの玄関にはじゃじゃーん、久美ちゃんここ側だから、ここ、あ、そう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 、ここです、すごいかわいい、あのね、写真のこれはフォトスタンドですか。そうですね、フォトスタンドです。あ、こう愛あふれる事務所で、うん、そうなんですよ、はい、夢叶う感じで、うん、そうです ね、チーム力絆バッチリですよ ね、 はね、はい、で笑顔があふれているので、うん、いや、そういう、こうキーワードを私にプレゼントしてくださったんですね、はい、でもこれも、うん、来月には純子さん、うん、自分でいやーかけちゃうんだもうかけちゃうイメージしかないそうですね、うん、で、はい、あのさっきのエピソードですよね、が、あの習った日からこう、うんうん、いろんな方に渡してるんですけど、はい、一番まずびっくりしたのが、習った次の日に、息子と食事に行って、あの美味しかったですね、ラーメン屋さんのように美味しかったですと書いたら、うんうん、あのなんとサービスでエクレアが出てきます。すごい、うん、そう、
習った次の日に。もうそんないいことが降るように来るとね、そうですね、またやりたくなるよね。そうで、うん、本当にあの書きたい一心で、うんうん、あのケーキとかね狙わずにね、本当に あ, のありがとうの気持ちでこう書いて、うん、そしたら、あの店長さんが出てらっしゃって、エクレアとともに、で、あのあそんなつもりじゃないですって言ったら、あのこんなことをしてもらったことがないので本当に嬉しいですっていう、いやー素敵ですね、いただきました。なので、あのなんだろう、練習してからじゃなくって、うん、まあ、その日習ったその日からあの十分人を喜ばせる、はい、と思って書いてもらえたらいいなと思っています。いいですね、はい、だってこれってこの紙とペンを忍ばせておけば、うん、どこでもいつでも書けちゃうってことでしょ。うペンね、黒と朱色とはがきですね、うん、あこれだけだったら、うん、もうジップロップに入れちゃう。持ち歩いちゃう、可愛くしてもいい。私なんかもジップロップが大好きだからさ、透明でよく見えるしみたいな。もうこれだけで、あの感謝をの気持ちを素晴らしい伝えることができるので、あのすごくシンプルでお手軽ですよね。そうですよね、はい、いやなんか私あの何よりもこう根底に喜んでもらいたいっていう気持ちがあるっていうのが私はすごい好きで、喜んでもらいたいと思って喜ばせたら、倍になって喜んでもらえたことに喜ぶ自分がいてっていうやり取りっていうのが私はしたくてコミュニケーションを広げたいと思ってるわけじゃないですか。やっぱりこう伝えることによって相手が喜んでくれて、そしてそれを受け取っていくっていうこのやり取りこそにコミュニケーションに、なんか人としてのこう喜びとか生きるなんか証みたいなものが私はあるんじゃないかなって思ってたんですけど、まさにこれってそんな感じがしていて、もうクミちゃんすごいってこれ見た時にこれだって思ったもんね私。本当に、うん、嬉しい。つなぐよね人をって思いましたね。つなぎますね本当に、あの、うん、つなぐ場面をなんかたくさん見てるような気がして、うん、これから、はい、もうあの純子さんがこの多治見近隣どころか、はい、うん、たくさん広げてってくれると思います、はい、どんどん書いて渡していきたいと思います。はい、ね、でおよし私も頑張るぞエクレアってありますけど頑張るねえ、で神さんも筆文字の黒と朱のコントラストがベリーグーいいセンス、あいいセンス、いいセンス、それいいセンス。あのこの黒と、赤とこの白のこの3色が、あのすごく最強の錬金色、お金を生む色と言われてるそうなんですね、うん、そんなこと聞いちゃったのますますやりたい、ますます。なのであのついついこう書いていくと、あパステルの色を入れたいとか、うん、こうついついあの、うん、いろんなものを盛り込みたくなるんですけれども、うん、あの笑い文字はこの白黒朱の赤 3色で成り立ってるのがあの笑い文字なんですね。あそれが特徴なんですね、はい、はい、そうです。あいいですね、もうくみちゃんもう本当にあのあっという間に1時間が経ちそうなんですけれども、はい、なんとですね今日のこのユーストリーム今井くみさんからプレゼントがございます。はい、プレゼントですね、はい、まずはくみちゃんのまず一つ目の和和、そんなにたくさんある。ワイヤークラフト、ワイヤークラフトのワと笑い文字で、フライヤーで、そうなんですよ、見にくいね、フレーム確か白にした方がいい、こういう風にした方がいいかな、あそうです、こんな感じですかね、はい、お花がついてるんです、はい、すごい、笑い文字だけじゃなくて、はい、クミちゃんのワイヤークラフトのワワもつけてる、フレームをつけて、はい、はい、笑い文字を送りたいと思います。あの白い壁に入るかな、そうだよね、素敵だね。まあ Facebook でいいねもしくはメッセージを
くださった方の中からお一人に、はい、久美ちゃんとつなげて私からお送りさせていただきたいと思ってますので、はいはい、ぜひね皆さんからコメント、コメントメッセージやら、はい、そしていいねを押していただいて、うん、多くの方にこのユーストリームを見てもらいたいなと思っています。はい、はい、さあ久美ちゃん、あの今日ご出演いただきましたけれども、はい、どうでしょうか、あのこれは伝えておかなくちゃいけないっていうのは大丈夫ですか、他に。そう、これ最後に一言のやつですか、はい、そうですね、まあ、感想も聞きたいと思いますけど後ほど、はい、うん、じゃあどうしても私が伝えたいことは、はい、そうですね、笑いというのは、うん、あの話し方と同様に、才能ではなくて、うん、技術、あ、学ぶことができる、学ぶことができるんだ、笑いも、笑いも学ぶことができます。でそれは私たちは、いつもは、うん、楽しいから笑う、うんうん、だと思うんですが、笑うから楽しくなる、うんうん、ここがすごく重要で、あの笑っているとこう笑いヨガは理由なく笑うんですが、うんはい、この笑っているとこう楽しくなっていく、うん、なっていくんですね、うん、なのであの笑いをこう待つ、ね、うん、常に待つ姿勢ではなくて自ら笑う、そう、自ら笑って自分をこう喜びで満たしていく、うん、それがあの笑いヨガではやることができます。そうそうそう、うん、だからいろんな場所とかなんか設定して笑っていくネタをいっぱい提案してくださいますもんね、あれがまた学びのプロセスですもんね、うん、そうですね、うん、でネタがなくても例えば今日運転しながら、はい、あの笑ってきたりだとか、はい、こうお風呂入ってる時に笑ったりだとか、本当にお母さんたちがこう大事な家族の前、はい、うん、お家の中で笑顔に日常的になれることを習慣づけていきたいと、習慣にしたいですよね。そうなんです。なので、うん、あのいつも笑ってるわよ私っていう方でも、うん、あのお腹の底からね大笑いってなかなかないと思うんですけど、そう、うん、そういうことをやっていきますので、あのぜひぜひ、はい、あの一度体験してもらえたらなと思っています。はい、はい、そんな久美ちゃんから今日プレゼントもございますし、こうやってねあの、うん、誕生日の日に私のご出演いただきましたけれども、なんかこんな笑っている久美ちゃんですが、あの番組に出る前はね緊張するっておっしゃってましたね。どうですか？すごく緊張しましたよ、うん、運転しながらこうどんどん手が冷たくなって、本当、うん、でもあの多分笑ってると、あの緊張してるように見えないので、そんな風には見えなかったと思うんですけれども、うん、すごくブルブル緊張してました、うん、でもやっててどうですか？あ、すごい、あの大好きな純子さんとお話ができて、うん、楽しい、あっという間の、うん、そう、1時間不安で不安で何喋るのってみんなねおっしゃるんだけど、あっという間だったって毎回言われる。本当に、うん、さすが純子さんのナビゲートだと思います。ね、ありがとうございます。本当にあのなんていうのかな、すごいこう久美ちゃんに会ってほしいと思う人がいっぱいいて、うん、ね、私なんかいろんな方にこう久美ちゃんつなげたいとか思ってね、うん、なんかそれはきっと根本に久美ちゃん自身がこう人を喜ばせたいとか、うん、本当にいつもこの人はなんか人の幸せを願ってる人だなっていうのをあの学びますし、あの、ま、講座とか皆さん受けていただけると気づくんですけど、うん、久美ちゃんの温かさと心配りが本当に細やかな方なので、なんかそういうこともねあの皆さん学べるといいですよ。私はいつも久美ちゃんに学ばせていただいています、うん、はい、はい、ありがたい言葉です、ね、またこれからも久美ちゃんどんどん笑いを、ね、はい、広げていただきたいと思っています。はい、今回じゅんじゅんの話し方教室 TV、 今日は笑いヨガ笑い文字、そして3つ目の輪のワイヤークラフトの先生でもある今井久美さんにご出演いただきました、はいはい、ありがとうございました。皆さんさようなら今日じゅんこの誕生日だからみんなよろしくね何をよろしくしたいんだろう